はい、こんにちは。岩田つるチャンネルか岩田くんチャンネルかよくわからないけど、今日が第1回目の撮影になります。流れからですね、なんとか重工さんとごちゃごちゃやってるうちに、じゃあうちもやってみようということなんで、この後キャラは多分毎回変わると思いますけど、よろしくお願いしますということで、はい、お邪魔してます。第1回目にお呼びいただいたということで、はい、はい、呼んだっていうか、なんかやらされてる感がちょっと僕らが押し付けたような少なくとも制作工業業界では一番の YouTube チャンネルにしようと思います。まずはそれぐらいから、それぐらいでしてねということで、もともと今日のネタはですね、前回とんこつさんがなかなかいい感じに手研ぎのドリルを研いでたんで、こちらですね、ぜひ僕らのチャンネルも見てください。パッと写真映像を見た時に、ね、僕言ったんですよね、これ何本削ったやつのいいやつって聞いたら、はいはいはい、これはもう最初から1本でそれ以上削らないんで、正直言って上手です。ありがとうございます、ね、ただ今から、はい、機械で研いだ工具とトンボさんが手で研いだやつの精度がどれぐらい違うか検証しようという。恥ずかしい、僕らの測定器ね。あ、これ、はい、これ1000万ちょい。1000万本の後ろにあるやつですか。そうですね、今ちょっと床でセッティングしてくれてますけど、1000万の測定器で豚骨の叩きドリルが丸裸になるということで、晒しもんじゃないですか、はい、僕はもう気楽なもんですよ。どの程度のドリルが解けたんやつってね、で気楽なもんですよ。ちょっと待ってください、これもしめっちゃ悪かったら、はい、僕の手研ぎの動画めっちゃ低評価収めるんじゃないですか。引退です。今日ね、もうそんなあんまりあちこち測るって、結構すごく正直言うとこの機械で測る必要ねえじゃんっていうようなシンプルな測定しかやりませんけども、じゃあそういうことで、はい、やってみましょう。はい、お願いします。あ、難しい。難しいですね。1000万の機械でドリルだけ取ってなかなか辛いよね。確かに、測定器の前に来ました、はい、結構工具メーカーではもう有名どこの、そうなんですね、もう世界でも、まあスタンダード。うちまあそれ以外にもちょっとそっちに変な機械とかありますけども、今日はちょっと全自動の測定器では有名どこのやつをちょっと使っていきたいと。これ見てもらうと、今ここにあのドリルがついてます。はい、これは今まず先にうちで作ってる、SP センターっていうのが一番スタンダードな、うん、もみつけのドリルで、ここにカメラが2個ついてるんですよ。ここに1個とここに1個、はいはいはい、2つカメラがついてます、はい、これとこれなんですね。そうです、そうです。こっち側のはカメラ、これはね、これ投影機みたいな透過照明のライト でこれはそれぞれ反射で写を撮る時の LED の照明、あとで多分赤く光ると思うんですけども、であとは XYZ 三軸のNC みたいなものでこうカメラを動かしながら撮っていくと。本気じゃないですか。はい、そういう機会になります。へー、すげー。テロはもう他人事やから楽しみでしょうかね。いやでも気になるな、本当に。自分ではそこそこ解けたかなと思ったんで。はい、じゃあ今から測定始まる。じゃあスタートボタンよろしく。これは機械が自動で動いて、そうね、今先端の位置を広いで、今度肩の位置を広いにしました。なんかアニメーションに見えるけど、これって投影された。そうですね。で、だいたい今肩の位置が広いたんで、肩 R ついてるんですか。いや、今回してるから。回すとこれで今肩。で、ショートに回せて。これはチャックに噛まれてる状態なので、チャックのフレーム出てくるので、それをキャンセルするためにチャンクのところのフレを1回測って、でシャンクのフレを補正して測定をする。はい、終わりです。どうですか測定結果的には。はい、まずリップハイト、歯と歯の高さのこの差ですね、これが 6.9 ミクロン、はい、だ100分の1ミクロン以下には入っているよということになります。角度はマイナス50分ぐらいということなので、1度以下に入っている。この工具はプラマイ2度なので、半分以下に入っているんですよ、ということで角度が119度10分という結果になりました。メーカー品として当然の結果と、まあ、もちろん当然
んですが、だからもう それはメインじゃないですよ。もう当たり前の寸法が出た、はい、ということなんですよ。はい、ここからが本番。ここからが本番でございます。はい、やめません。いや、すぐやって。いや、あのファイヤーの第1回の動画なんで、ちゃんと完了させてもらいたいなと。わかりました。はい、よろしくお願いします。再カット、再カットで。いよいよ僕のドリルが。これで岩田さんの製品に勝っちゃったらどうしましょう。そういうね、事前打ち合わせのないこと言わないでください。運だって言ったらなんか怒られそうじゃない。よーい、スタート。楽しみやな。ドキドキしますよ、怖い。あ、これ先に聞いとかなあかんね。先端角何度で作ったつもりですか。あ、もう雰囲気でやってます。120度ぐらいかなぐらいですね。118 120。あれよく起きるよね。118度の意味って何。あ、はいはいはい、なんでドリルの先端角って118度なのっていう、はい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 、結構永遠の謎が、はい、確かに誰か知ってる人が来たら。あの刺すとかだと結構鈍角に研いだりしますよね。そうそう、刺すようで。いや、だから、まあ、130度に120度があるのは分かるんだけど、118度の意味がね、分かんない、うん、なんでそんな誰も分かんないですか。2度分なんや、2度分なんやと。そう、それはね、いつも悩む。あ、それは工具研磨屋さんとしてもちょっとよく分からない。なんかね、昔どっかで聞いた気もするんだけど。あ、そんな感じだ。理論的には118なんですかね。いや、その2度でね、理論が変わるとはちょっと思えない、ね。出ました？出ましたか？めちゃくちゃじゃないですか。え？あ、めちゃくちゃかどうかパッと見て分かるの。ホームページってことだね。そうですね。0.13 型がリップハイトっていう型の高さがずれてると、はい、コンマ 1? コンマ1ミリ138ミクロン。でも手研ぎでコンマ1ってすごない。うん、うん、いや、そう本当ですか。うん、手研ぎやったら。あ、そうか、手研ぎの常識の範囲内。手研ぎの常識はあんまり分かんないですけど。で、1回転あたりの送り出がそれ以上あればキリコに吹かせる。あ、なるほどなるほど。あ、うん、あ、そうかそうか。ゆっくりしてしまうと片方の端が削らない。コンマ1、3以上だったらちゃんと切り子が2つ出ると。で、ね、はい、おで角度が34度から上からだから、68引くと112度。鈍角か。いや、鋭角か、うん。結構ちょっととんがり気味。とんがり気味。まあでもそれ狙ってたわけじゃないですかね。そんな、あ、何の角度にも合わせてないです、はい、雰囲気でやったんで。はい、まあでも一番リップハイトが大事ですよね。そう。まあでも確かに僕も自分で手で解いたやつをどれぐらいできるかってあんまり測ったことないんで。コンマ1にフリーハンドで解いてやってるっていうのはまあまあ。本当ですか。はい。やってもらいましょうか。え、ま、いや、そういう話もそこで今後 の岩田さんのチャンネルで出ると思います、ね、これが一応ベース基準ライン。ここから上なのか下なのか自信ないんだ。社員の方とかにも挑戦してもらって。あ、無視した。いいです。僕の次第ですごい人連れてきます。そういうのもありです。あ、あるよ。そういうのとかも見てみたいですね。そうですね。いや、そういう人、もしこれだと思う人は、また岩田通に送ってもらってもいいですか。あ、面白い。それもいい。我こそはという職人の皆様は、はい、まあ、来なかったら寂しいですけど。はい、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。どうも。ちょっと最後グダグダになりそうな、あんまりこうという結果が出なかった。いや、YouTuber としてはコンマ3ぐらいはそらしとってほしかったですけど。そうね、中途半端に。ああ、よかったのかな。結構いい方やりやな。いや、でもコンマ3だったらキリコ出ないから、両方から。あ、なるほど。そうかそうか、はい。一応動画ではキリコ出てたんで、それ以下にはなってるだろう。そうですね。もちろん手解きとしては十分。終わった。安心。悔しい。いや、面白かったです。ありがとうございます。はい、なんか、なぜか測定から入りましたけど、まあ、今後こんな感じで、いろいろ、別にうちの岩田ツール関係なく、多分いろんな。マニアックな話とか聞いてみたいですね。うん、多分そういう、いつも飲んで人と喋ってるような話を出していきますので。じゃあ、これから頑張って更新していくんで、チャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。これ
豚骨くんが研いだドリル。さっきはアニメーションだったんですけど、これを実際の。そう、今ちょうどね、こっちで照明当ててるんで、赤いライトでね。そうすると、ここのちょうど溝の中とか、エッジの状況もまあ簡単に。まあ、うちの場合エッジはもう少し別の顕微鏡で見るんですけど。なんかその断面でこぼこしてるのは、そう、砥石ですか？これね、パッと見るとこれなんか、豚骨さんがこう、頭削った時の面に見えるんですけど、これ多分溝がね、多分ちょっとうねってるんですよ。その溝のうねりが合成の刃としてこううねりに出ちゃってるんです。これ豚骨さんのせいじゃない。もともとドリルの、そう、溝の中でもこれぐらいですよ、多分一般的なストレート、ハイスのストレートドリルだと。でこれ小石の粒度を細かくしてもこれは治らない、うん、これちゃんと定期的に出てるので、これは粗さじゃなくて多分うねりが出ちゃった、うん、トンゴさんのせいではない。よかった。